法輪高之の携帯しようぜ、法輪高之の携帯しようぜ特別編ということで、今ですねちょうど会場ギャラクシーアンパックド、2020、ちょうど今終わったところで、後ろに今日発表された、ギャラクシー S20、が、まあ、画面で、ね、ちょっと表示されてますけれども、ということで、まあ、今年の、ギャラクシー S の、新モデルは S20 という名前になりました。20と、20プラス、さらに、一番上位の、20ウルトラというモデルも出てきます。画面サイズが違うのもあるんですが、実は結構カメラが違ったりしてですね、最上位のモデルは1億800万画素というイメージセンサーを使った新しいカメラが搭載されます。それがまずこの3機種非常に面白いと思いました。特にカメラに特化しているのはなかなか面白い、他社との競争もだんだん激しくなってきているところなので、これは一つありかなという感じがしました。その他にも注目点はたくさんありますけれども、もう一つ気になったのは、もう一つ発表されたギャラクシー Z フリップというですね、モデルです。これは何かというと、去年出た、ギャラクシーフォールド、いわゆる折りたたみのスマホがありましたけれども、これの縦バージョンです。だから簡単に言うと、ギャラクシー S10 プラス、去年のですね、S10 の上位モデルですが、S10 プラスを縦にこう、折り曲げるみたいな形の構造になってまして、で面白いのは、やっぱり折り曲げると、UKL は曲がるから折り曲げました感は若干去年もあったんですけど、今年のはなんか曲げることで、いわゆる昔の折りたたみ携帯みたいな雰囲気をですね、うまく作り出してきたなと。で、コンパクトになるので、男性だけじゃなくて女性の方に持っていただけそうな、ビッグっぽいのも1個ありましたんで、そういうのもあるので、なかなかこれは面白かったかなと思います。で、今のところですね、日本では、au さんが、扱うことを、早々に発表しましたので、これにどういう形で、どれぐらいのお値段、アメリカのお値段から考えても多分15万ぐらいになると思うんですけれども、こういう新しいネタを掴むのは au さん上手だなっていう感じですね。Z フリップの日本の登場も期待したいですし、S シリーズの方はどうなのかまだ分かりませんというのも、5G のサービスがやっぱり3月以降ですから、その状況を見てまた、ご紹介をしたいと思いますけども、とりあえずはまずはちょっとね、これからタッチアンドトライコーナーで実機を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、ギャラクシー Z フリップ、英語的に言うと G フリップっていう言い方をしてましたけども、こんな形のモデルになります。いわゆる折りたたみのボディ、これは、ゴールドになりますけども、こんな感じのボディになります。だからもう本当に懐かしい折りたたみサイズ、ちょっと幅がありますけれども、縦方向もちょっと短くなってますが、いわゆるこういう指を差し込んでポンみたいな、こんな開き方が、昔撮った金塚じゃないですけども、折りたたみ携帯をたくさん使ってた僕らとしては、非常に簡単に使える、感じの構造です。でヒンジは従来の、ギャラクシーフォールドの場合、横開きだったんで開くか閉じるかだったんですけど、こんな感じで途中で止めることができますの でこの状態で、例えば、カメラを例えばここで今カメラを起動して、例えばこれ今インカメラに切り替えると、ちょうど僕のお腹あたりが映るのが映りましたね。こんな感じの撮り方ができます。でもちろん反対側を向ければ反対側で今向こう側にいる人たちを映すことができるんです。これはどこを撮ってるかというと、ここにカメラがあります。こんな感じの場所にカメラがついて、ちょっと光ってるので分かりにくいですが、こんな感じになってます。ちなみにこれで、また同じようにして、これ別にこの状態で斜めの状態でも使えるんですが、開くとそのままもうストレート型のスマートフォンのような感じになります。でちなみにちょっと今僕が個人的に持ってる今ギャラクシー S10 があるんですけど、S10 とよいしょ並べてみるとですね、なかなか面白いサイズ感でこんな感じになります。だからもうほとんど S10、 あ、これ S10 プラスですね、 S10 プラスとほとんど変わらないぐらい、ちょっと長いぐらいのサイズ感になって、厚みなんかは変わらないぐらいのサイズにまとまっているというところですね。こういう形になりました。でなかなかいい感じのまとまり方だと思いますけれども、それからもう一つですね、本体をこの閉じた状態、
まあ、普段はこうやっておそらく持ち歩くんですけど、こんな感じでここにサブディスプレイがついてるんで、つまり時間が分かったりします。でさらにいい感じなのはですね、これあのこういう形で今時間ちょっと逆さ出てますけど、ここで電源器がここにあります。でこれ電源器をまあコンコンと起動叩くと、ここで今カメラが起動していて、ちょうど僕が今カメラで、撮ってる感じになりますけれども、ちょっとピントがいまいちな距離になりますけど、こんな感じで使うことができます。だからカメラでちょうど今、僕はこれは Galaxy Note 10で撮ってるんですけど、 Note 10がまあちょうどこのファインダーに見える感じですかね。ほーら、こんな感じで見えるという感じ で、 でこれでまあ自撮りをしていただくこともできるし、もちろんここで開いて今度はカメラとして、まあ、こういう形で周りのことを撮っていくこともできるという形で、ちなみにあのヒンジの部分はですね、これはあのこういう形でなんかホリモン的にこうなんかね、あのサムスンって書いてあります。ちなみに日本の au で扱うモデルはどうやらここはギャラクシーと入るそうです。あともう一つはですね、これ閉じるとよく分かる、閉じれば画面を消してちょっと分かるんですが、こんな感じの、これなかなか外が今ちょっとこういう状況なのでなかなか分かりにくいんで、あ、デモが動いちゃいましたね。なかなか分かりにくいんですが、実はこのヒンジの部分ですね、この曲がってるところがですね、実は従来のホールドの時はこれがなんかなんとなくこうシワになった感じがしたりしたんですけど、今回のはうまくこの上下にですね、実はこれ曲がるガラスの素材を使ってるそうです。ですので曲がるガラス素材、曲がるガラスの素材を、極薄の素材をこう組み合わせることで、まあ、うまくこういうシワができないような筋が入らないような構造にまとめたそうです。まあ、なかなかあの、まあ、このゴールドはちょっと残念ながら日本では出ませんけれども、なかなかあのインパクトのあるですね、新しい、世界を切り開く、スマートフォンじゃないかと。お値段もそこそこしますが、かなり楽しめる一台だと思います。今度はですね、 Galaxy S20 シリーズの3台を、今見に来ました。こんな感じになっております。左から順に、S20、 次のちょっと大きいのが、S20 プラス、そして一番大きくてこのガメラ、カメラがなんかごつい感じがするのが、S20 のウルトラというモデルになりますと。で、まあ、ちょっとカメラのところだけちょっと注目して見ていただくとなんとなくわかると思うんですが、これが一番、まあ、基本的にはあの S20 と S20 プラスはほぼ共通です。で、まあ、ちょっとこれボディがブラックなのでちょっとわかりにくいんですが、まあ、こんな感じで、まあこのレイアウトがいいのかどうかというか、この格好がいいのかどうかってちょっと分かりませんが、まあ、このウルトラになってくるともう完全に存在感バリバリなので、なかなかすごいなという感じがします。実際にちょっと手に持った時のサイズ感なんかをお伝えしますが、まあ、こんな感じになりますと非常に明るい、まあ、多分これ今明るさ一番に上げてると思うんですけど、非常に綺麗という感じになります。まあ、手に持った感じ、僕の手のは結構大きい方ですから、まあ、あの20は従来の S10 と同じぐらいだと思っていただいていいと思います。上のところは従来パンチホールでしたけど、こんな感じの小さいパンチホールになってきてですね、あんまり目立たなくなった感じがします。まあ、上手にまとめたなという感じで、ボディもまあ薄い、従来の S10 とほぼ変わらないサイズですね、になって仕上がっています。一方、S10 プラスの方がですね、こんな感じです。これもまあ僕、S20 プラスですね。で、これは僕は S10 プラスを普段使っているので、もう、あの、持つとなんとなくわかるんですけど、まあ、まあ、あの、カメラの位置が若干変わったりしたぐらいで、基本的にはもう、なんか、あの、サイズアップはそんなした感じはしないですし、まあ、カメラは相変わらず、この、すごい、この、今回の新しいカメラ、なかなかすごいのが載ってますんで、まあ、ちょっと UI 見ていただきますが、これ Android 10搭載の、ものからですね、あのよいしょ、こんな感じの表示に変わっています。いきなりだから30倍ボーンとかいけたりするんで、こういうのもまあなかなか面白いのかなという感じがしますよ。そして、一番のトピックはなんつってもこの、S20 のウルトラですね。まあ、5000ミリのバッテリーもすごいですし、画面もこれ 6.9 かな、これでかいと。
で若干やっぱり、まあ、バッテリーのせいもありますし、カメラモジュールのせいもありますし、まあ望遠もありますんで、若干ボディとしては少し厚くなった感じがしますね。重量も220なんで、まあまあそこそこ重い感じです。だからカバーとかつけるとやっぱり230に近づく感じになりますかねというところですが、まあ、カメラがやっぱりすごいのは、1億800万画素の、まあ、センサーを使ったカメラが載ってますん で、まあ、こんな感じですね。今5倍ビビビッと飛ばしたりとか、これでワイドにビビビッと切り替えたりとか、ちなみにこの一番遠くの今100倍をですね、よいしょよいしょ、でこれで100倍をビョンってやるとどうなるかというと、まあ、こんな感じでだいぶ何撮ってるのか分からなくなっちゃいましたが、まあ、こんな感じのこともできました。でワイドにまた切り替えるという感じのことができます。これはかなりあの、旅先なんかでちょっと遠くを撮ってみたいなみたいな人にとっては非常に面白い機能ではないかなと。でおそらくちょっとこの中にデータが入ってるんでちょっとお見せしたいと思いますが、まあ、いろんなあの発表会のデモの中でもあったんですけども、まあ、これはおそらくローライトで撮ったものですね。こういう綺麗な写真が撮れたりとか、こんな感じです。非常に綺麗に撮れてますし、よいしょ、それからそうですね、この辺は人物ですかね、こういうのもうまく撮れてますね。非常に綺麗に撮れてると思います。それからあとデモであったあの、まあ、切り抜きですね。でこれはこんな感じで写真が、あります。で真ん中に見ると分かるんですけど、人が2人カップルで座ってて、左後ろになんかサーフボードを持ってる人がいて、これ見よがしにさらに向こう側で、なんかジャンプしてる人がいるんですけど、これ僕もあの記事でもやりましたが、こんな感じでですねズームをしましたと。でまるでなんかサーフボードに乗ってる人が飛び乗ってきたみたいな感じですけど、で左上のアイコンをピッとタップしてもらうと、もうこの状態でもう切り抜き完了ということで、これが今切り抜いた絵がこうかな、こんな感じの絵になってますけども、まあ、これがやっぱり高画素の撮影でした時にはこういう切り抜きとかができて面白いよねというお話でございました。かなり面白い仕上がりの、Galaxy S20 シリーズ、あ、そうそう、忘れちゃいけないこと、これ 5G 対応モデルです。でこっち側の、一番ちっちゃい S20 は、6ギガ以下のサブ6対応ですが、上は、6ギガプラス、6ギガ以下のサブ6プラス、さらにミリ波といわれる MMWave という上の周波数も使えてますので、まあ、キャリアさんがどういう状態でサービスを提供するのかは分からないですけど、まあ、こっち側だと現状でできる 5G の、フルの、機能が楽しめる。日本でもサービスが始まってたくさん、ね、使えるようになるといいんですけども、まあ、交互期待ということでございました。はい、最後ちょっとおまけでございます。見ていただくと分かるんですが、 Galaxy S20 プラス 5G オリンピックゲームズアスリートエディション、つまり選手の方がもらうやつなんですね。こんな感じの背面でなんかマークが入ったりしますが、正面側も、あ、こっちは裏なんですね。こんな感じのバツもついてくるんですかね。一度でいいからこんなものは持って見せびらかしてみたい気がしますが、オリンピックのスポンサーをやってらっしゃるということもあって、まあ、こういうのは、選手に、供与されるということでございます。実際どん選手の人たちが使っているのもちょっと見てみたい気もしますね。ではですね、ギャラクシーバッツ、いわゆる完全ワイヤレスイヤホンというやつですけれども、こんな感じの端末、ちょっと画面をお見せしますが、こんな感じなんですが、まあ、近くにあって、このギャラクシーバッツをですね、こうパカッと開くとですね、しばらくするとこんな感じで表示が出てきて、で、まあ、ペアリングしてるでも使えますよみたいな感じで使う。でちょっと、まあ、実際の音のところはですね、あの残念ながらお聞かせできないんですが、まあ、今回はあの本体 のイヤホン側だけで、イヤホン側だけで11時間、このバッテリーケースを使うと合計22時間なので、まあ、1日中音楽聴いておいても大丈夫。でしかもこのバッテリーが足りない時は、端末側の、ワイヤレスパワーシェアというのをこれ今オンにしましたね。お、どうかな、はい、でこれをオンにします。
そうするとワイヤレスパワーシェアいけますって画面が出ますんで、でこの状態で、まあ、よく番組でやってますがやると、まあ、充電が始まるという形で、だからまあ充電の、まあ、なくなるよってことがないっていうのはやっぱりあのこういう Bluetooth のヘッドセットなんかだと非常に便利な、機能ではないかなと思いますので、ぜひ、もしかしたらまたキャンペーンやってくれるのかなという気もしなくもないですが、ぜひあの非常に音もいいのでお試しいただけるといいのかなと思いました。ギャラクシーバッツプラス新製品でございました。